いいタイミングだナサニエル。探していたところだよ。主よ、我を守りたまえ。私は FBI のノーマン・ジェイデンです。いくつか質問を。神はご存知です。私は何もしていません。無実です。落ち着いて。誰もあなたを責めちゃいない。話したいだけだ。あなたは公園で子供が行方不明になった件で逮捕された。何があったんです？私は無実だ。事件とは一切関係ない。神のお告げで公園にいたのだ。私が逮捕されたのは、私が選ばれし人間だから、それだけです。ナサニエルさん、あなたのお仕事は？慈悲深い神に人類の救済を祈ること、それが私の唯一の務めです。ナサニエルさん、先週火曜の午後4時半はどこにいましたか？ここに。私は家で祈っていました、一日中。誰か他には？いえ、一人でした。例の声はどうした？今もまだ聞こえるのか？声の主は誰だったっけな？よく知ってる人だろう。あの方の名前を口にするな。どんなお告げだったっけ？それは言えない。それについて話してはいけない。彼はお前に新たな生贄を見つけろと言うんだな。もっともっとたくさんの。ダメだ、やめろ。口にしてはならない。ここに来てしまう。公園に行って子供を見つけてくるよう言われたんだろう。お前は一晩中その声に苦しめられて、声が止むように願った。そうだろうな、サニエル。やめろ、やめろ、もうたくさんだ。そしてお前は声が止むように男の子を連れ出して溺れさせた。そうだろう。ブレイク、何してる？違う、やめろ、やめてくれ。子供たちを殺したのはお前だ。いい加減白状しやがれ。うわ、お前は悪魔の使徒だ。ナサニエル、俺が人生を送り返してやる。こいつは悪魔の息子だ。我らを滅ぼすために地上へやってきた。ほら早くしろ、撃て。俺は撃ってしまった。ああ、そうみたいだが、どうせクズだ。さあ行くぞ。